ご主人を告訴しましょう。告訴すれば親権もより確実なものになりますし、ご主人に暴力は犯罪であると自覚させることもできます。でも告訴だなんて大げさな。奥さんに暴力を振る夫なんて私は絶対に許せません。池上さん、私に任せてください。池上さんも真希ちゃんも私が守ってみせます。必ず勝てます。池上さん、告訴はしません。でも早く離婚の手続きを進めてください。お願いします。大したもんだ。杉崎先生、お前今クライアントに何て言った？え？必ず勝てます。なんでだよ。相手の弁護士の力量も分からずになんで勝てるって言えんだよ。 DV ですよ。夫は彼女に暴力を振るっていたんです。法律に必ずなんてないんだよ。でも暴力から人を守るのは法律ですよね。弱い人や傷つけられた人を守る唯一の味方が法律なんじゃないんですか？法律が弱者を守ることはない。え？意味が分かりません。必ず勝てるに決まってます。私はこの目で彼女のあざを見ました。これで勝てなかったら何のための法律なんですか？ここまではサントリー、リベア、スバルのご覧のスポンサーの提供でお送りしました。池上京子と娘を守るって言ったよな。そんなバカな話が許されるんですか？朝から父親が家族殴り殺すニュースなんか見たくないわね。徳弘さんが書いたとみられる内容の遺書が見つかりました。このため警察では夫の徳弘さんが一家心中を図ったとみて回復するのを待って。嫌な世の中。徳弘さんは3年前、そうだね、中に怪我をしてから収入が減り、借金も行ってきます。あ、行ってらっしゃい。お待たせしました。あの、京子が雇った弁護士はどんな方か分かりましたか？こちらです。 M ザ法律事務所の堂本あかり。弁護士登録はつい最近で年も若い新人弁護士ですな。 M ザ大手ですよね。大丈夫でしょうか？心配いりませんって。堂本弁護士のいる部署は事務所の世間体を保つお飾りなんですよ。そうなんですか。奥さんもなんで M 座なんか頼んだのかな。向こうはポーズでも私らは真剣に離婚問題に取り組みますからね。はあ。まあでもご心配ならここは一つこちらからとっておきの手を打ちましょう。
ありがとう。すいません先生。こちらこそ突然すいません。どうぞ。ありがとうございます。今日お伺いしたのはご主人のことです。そのことでしたらもう、池上さん、裁判で重要なのは判例です。昨日 DV が原因になった離婚問題の判例を徹夜で調べました。そして改めて必ず勝てるとの確信を持ちました。池上さん、一緒に頑張りませんか。 DV の事実を明らかにしてご主人を告訴するんです。でもこのまま泣き寝入りなんて悔しいでしょ。いいんです、私は主人と早く離婚してマキと一緒に暮らせればそれでいいんです。どうしてそんなに告訴を嫌がるんです。そっとしておいてください。はい。裁判所命令です。マッキー、あの子を返して、お願い。どうして裁判所が。マッキー、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 マッキー。どうしてですか。どうして裁判所が。事務所に確認してみます。 そんなこともわからないんですか。もういい。あなただって結局は他人ですものね。でも裁判所命令ならこちらも法律の手続きで対策を。そんなんじゃ間に合わない。あの人マキを連れてどっか行っちゃう。弁護士に頼ろうとしたのがそもそも間違いだったのよ。訳が分かりません。裁判所からの命令なんて。どうして。人身保護法だよ。え、でもそれは無理やり監禁したり連れ去られた人を救出するための法律じゃ。あの母親どうせ娘を連れ回したりアパートに閉じ込めてたんでしょう。閉じ込めるだなんて。暴力を振るう父親から娘を守ろうとする母親なら当然のことです。お前が言ってるのは世間の常識だろ。法律の常識とは違う。子供の奪い合いに人身保護法を利用するのは弁護士なら当たり前のことだ。え、優秀な弁護士の手にかかれば母親にだって監禁罪が成立しますからね。そんなバカな話が許されるんですか。